では定刻になりましたので、始めたいと思います。改めまして皆さんこんにちは。まだ間に合う、過去問分析の進めということで、中小企業診断士のイベントですね、ちょうど今全国中継、北は札幌からですね、福岡まで、南は福岡までね、全国中継でこちら東京のですね池袋本校から皆さんにお伝えしております。それでまあお時間1時間という持ち時間の中でですね、私が今日皆さんにお伝えしたいのはもう過去問の話です。もう自己紹介してなかったね。担当の金城です。どうぞよろしくお願いします。はい、いつもミッキーの T シャツを着ててね、変なおじさんと思われてますけれども、はい。で時間がないので、早速中身に行きますが、まず、私の話をします。最初に私自身受験生の時に二次試験2回受けてます。だから1回目落ちてるわけですね。で自分が落ちた時に何が悪かったのか徹底的にこう当然敗因分析をするんですけれども、その結果過去問のやり込みが足りなかったと、あと過去問との向き合い方が間違っていたということに気がついたんですね。で過去問のやり込みが足りなかった、じゃあやり込みを増やせばいいと、それは単純に単純接触回数増やせばいいんだけれども、過去問との向き合い方の話をちょっと今日はしていきたいと思います。で特にこの池袋の中の皆さんも画面の前の皆さんも初めて受ける人ね、初めて二次試験を受ける人特に注意してください。いいですか。私いつも言ってるんですけども、一次試験の過去問の使い方と二次試験の過去問の使い方全く違うからね。一次試験っていうのは答えが1個に決まってるんだ。だから答えを究極覚えちゃえばいいわけだね。そうでしょ。基本暗記だよね。二次でそれをすると失敗します。私が1年目落ちた時は答えを全部覚えていったんです。当時、平成13、14、15、16、あ、13、14、15、3年分しかなかったからね、はい、3年分の過去問12事例の答えを全部覚えてきました。今を考えるとバカでしょ、バカと思うでしょ。でもそういう勉強したんです。あと答練とか模試とか受けました。その答えも全部覚えていきました。でも落ちるべくして落ちてるんですよね。だって同じ問題出るわけないじゃん。一次試験と違うわけだし、答えを覚える全く意味のないことなんですね。そうじゃなくて、二次試験というのはどのように考えたのか、診断士としてどう判断したのかが問われる試験なんですよ。だから答えはいくつもあるんです、実は、ね、答えは1個じゃないんです。だから私はよくストライクゾーンって話をします。ストライクゾーン、いい？初学者の皆さん、二次試験はストライクゾーンだと思ってください。でど真ん中ね、もうストライクゾーンのど真ん中にドーンと点が入れば満点ですよ、20点。だけど、ストライクゾーンの内角高めとか外角低めとかいくと、10点とか15点とか、そういうふうにそのゾーンの中で点数が入ると思ってください。でストライクゾーン外しちゃうと0点ですよっていうことね。イメージ、ゾーンのイメージということは、毎回毎回ど真ん中投げられるわけないじゃん、プロのピッチャーでもね。それと一緒、ストライクゾーンがどこなのかをまず知ることが大事なんです。わかる？抽象的な話してるけど、ストライクゾーンが問題によってはね、すんごい広いストライクゾーンもあるし、すごい狭いストライクゾーンもあるけど、とにかく考え方としてはゾーンです、ストライクゾーンです。じゃあそのストライクゾーンを何から学ぶかと、こういう問題の時はこう判断するべきだなとかね、答えを覚えるんじゃないんだよ、こういうプロセスで考えるべきだな、
こういう時はこうするべきだなっていう、まあ、ケーススタディを学んでいくイメージ、これが2次の学習の、まあ、最短距離、合格に近づくためのコツです。いろんなメソッドありますよ、世の中にね。レックのなんとかメソッドとか、他のなんとか学校のなんとかメソッドとかね、ありますけれども、そんなのは単なる道具だから。結局そのどの道具使ってもいいけど、診断士としてこうですっていう正しい方向、ストライクゾーンにボール投げれば OK なんですよ。そういう試験、なんとなく分かった？だからじゃあそのストライクゾーンを知るためには、もう過去問見るしかないんだね。だから私は1年目落ちた時に、もう圧倒的に過去問の時間が足りなかった、かつ過去問の向き合い方が間違っていた。だから何をやったかっていうと、じゃあ徹底的にまず各受験校の模範解答の分析をした。だレック以外にもね、他にも当時私が受験生の時に8社ぐらいあったから、8社分の、もう今ない学校もあるけどね、8社分の模範解答を集めました。でじゃあ平成13年の事例の1、パン屋さんの事例から始まってね、じゃあ平成13年の事例の1はどう考えれば診断士なのかっていうのを徹底的に考えたんです。そうすると、じゃあパンのメーカー機能別組織だと、機能別組織はセクショナリズムだなとかね、あこういうふうに考えるんだなとか、中長期的なことで臨時社員が増えると事業承継の面でちょっと不安が残るなとか、まあまあいろいろね、まあ、ダーッと話してるけども、あ診断士はこういうことを考えるのか、8社分もあればさ、大体あこれがストライクゾーンだなっていうのは見えてきます。そうでしょ。そういうのを徹底的に私はやりました。こういう時にはこう考えるんだなと。例えばね、池袋の皆さんね、私のクラスの人もたくさんいるけど、例えば、まあ、じゃあ事例の1の話をすると、まあ、実はね今日朝から池袋で講義やってるんですよ。あの朝9時半から、事例の1と2をね今日はやったんですけど、だから今日この中にもね朝からずっと いてくれる人いるんだけど、今日ね何やったかっていうとね、一つだけご紹介するわ。人的資源管理ね、人の問題を考えるときに、じゃあ事例の1ではどう考えるべきかって話をね今日午前中したんだけど、はい、シンプルに従業員とか人が出てきたときには、この人の能力向上とモラル向上をまずは発想しましょうっていうこと。これ今切り口って言ったりしますけどもね。人的資源管理について問われた場合には、能力向上とモラル向上の両面で発想する。で、だいたい事例の1は100時から120時だから、じゃあ50時50時60時60時で書けばいいわけですよ、というような切り口とかね、考え方とか、あ診断士はこう考えるんだっていうのを徹底的に私はやったんです。2年目、多分受かりますよね。さあ事例の1はこうだよと、例えば今言った人的資源管理の場合はこう発想するのが、まあオーソドックスな考え方だよね、診断士ならこれはできて当たり前だよねってのをたくさんありますからね。事例1はこう、事例2はこう、事例3はこう、事例4はこうと、それぞれ4つの事例に対して診断士ならこうするってのを徹底的に過去問から学んだんです。で8社分の模範解答をザー見てね、じゃあ今から皆さん同じことできますかって話です。ちょっと時間的に厳しいですよね。残り9週間、まあ9週間ありますけれども、9週間で過去問をねどこまで、まあ、掘り下げられるかっていうと、まあなかなか難しいと思います。まあそこで、まあ後でご紹介しますけれども、まあ、あの私の講座の中ではね、その過去問の私の分析、毎年分析したものを徹底的にお伝えする講座があるので、後でご紹介しますけれども、これから皆さんがどんな勉強をしていくのかということも踏まえて、ちょっと今日のレジュメを使いながらですね、ご紹介していきたいなと思ってますので、お手元のレジュメ開いてください。
6ページ、7ページ。レジュメの6ページ、7ページを開いてみてください。よいしょ。ここね。6ページ。はい。これ、去年の本試験です。まず、問題だけでいいから、問題だけ第1問から第4問まで、ちょっと目を通してみてください。問題だけ。設問だけ。はい、大体よろしいでしょうか。まず今、設問だけ読んでいただきました。去年、まあ、受験された人は見覚えがあって、ね、苦い思い出もあると思いますけど、初めて、受験される方ね、まだ去年の過去問を見てない人は、あ、こういうのが二次で問われるんだなっていうのが、まあ、見えたかなと思うんですけども、で、過去問をね、例えば平成13年からまあ、平成30年まで18年分過去問があります。で、18年分仮にしっかり頭にね、そのエッセンスが入っていた場合、これがどう見えるか。だから私はこの設問を見て、初見で見たときにね、去年の10月にこの問題を見たときに、どういうふうにこの問題が見えたかっていうお話をちょっとしようかなと。特に事例の1の場合ね、設問要求が非常に分かりづらいというのはもう、うなずいてる人多いけれども、設問1は本当何が聞かれてるかがね、取りづらいんですよって言った場合に、その時に過去問ではこういうふうに問われたケースが多いみたいなね、知識があるとものすごくね、読み解きやすくなるんです。で、こういうことを問われる時には大概こういう答えを書かせるんだよね。で、今回すごく面白いのが去年の問題ね。普段だったら多分こういう問題になると思うんです。研究開発型企業である A 社が相対的に規模の小さな市場をターゲットとしているのはなぜか、100字で書け。多分こういう問題の出し方が過去問のパターンからいくとそうなるんですが、去年の問題はなぜかここに競争戦略の視点からっていうのが入ってるんですよ。だから去年これ見た瞬間に、あ、すげえ優しいと思いました。私今までこれなかったからね。なんでここをターゲットにしてるのか、100字で求めよう、あ、100字で答えようってある。だからいろんな答えが考えられるわけですよ、ね、なんで規模の小さい市場をターゲットにしてるのか、ニッチ戦略だからとかさ、ニッチトップ狙うとかさ、儲かるからとかさ、差別化できるからとかさ、いろんな答えが考えられる中で、去年競争戦略の観点からっていうふうに縛りを入れてくれてるんだよね。ということは、じゃあここから学ぶべきは何なのかなと。つまりこの戦略、戦略、いつも私の講義では事例1はチャンドラーの命題だって話をします、ね、今日の朝も話したもんね。チャンドラーの命題だよ。チャンドラーの命題って何でしたっけ。組織は、そう、戦略に従うんです。だから戦略ファーストなんだよって話なんだよね。事例1ってのはとにかく戦略が大事なんだ。だから過去問をやってればとにかくまずビジネスモデルとか戦略に着目するのは当たり前なんだよね。だから話を戻すと、去年は競争戦略の視点からってヒントまで出してくれてる、めっちゃ優しいじゃんって思いましたよ。本当に
で、じゃあこの相対的に規模な小さな市場をターゲットにしているっていうビジネスモデルなんだよね、この A 社は。そうでしょ？あえて意図してやってるわけだ、競争戦略の観点からね。そうでしょ？競争に勝つためにあえてその市場を狙ってるんだなと、そういう戦略を取ってるわけです。そういうビジネスをやってるんですよ。じゃあどうするよ A 社は。組織は戦略に従うんでしょ。だったらこういった小さな市場をターゲットにして、そこで競争に打ち勝つための組織を作んなきゃいけないんでしょ。これがチャンドラーの命題だよね。戦略に従うんだから、組織を合わせるんだよっていう概念が頭に入ってれば、じゃあ合ってないところを探せばいいわけですよ。予見で戦略にマッチしてないミスマッチの部分を探すんだ。そこが問題点だよって発想になるわけね。そんなイメージです。例えばね、第一問なんか、あ、競争戦略ってヒント出してくれたわと。ということは競争に打ち勝つような組織を作っていく方向で発想すればいいよねってなるし、第2問見てください。 A 社の事業展開ということで、今度は事業戦略が問われてるわけですよね。ビジネスモデルですね。で、設問の1を見ると、最終消費者の製品開発してこなかったんだけど、 A 社の人員構成から考えてというキーワードが出てくるよね。で、過去問をやってる人だったらこれを見てニヤッとするわけだよね。過去問で出てるもんね、人員構成ね。だから人員構成をどういうふうに料理すればいいのか、ここでは言わないよ、ここでは言わないけど、過去問で出た人員構成の捉え方はこうだなと、こういうふうに捉えて、こういうふうに発想すれば人員構成の問題については OK というノウハウがあるかどうかなんだよね、頭の中に。ない場合はもう一生懸命もうその場で考えないといけないでしょ。人員構成読み取って、人員構成ってどう扱えばいいのかなってなるわけですよ。でも過去問で出てるからね。同じく次の設問の2でも、同社が開発してきた製品の事業特性と、この副社機関連の事業特性にはどのような違いがあるか、この事業特性とか商品特性ってのも過去問で何度も出てますよね。事例1で事業特性が問われた時にはどう料理するんだろうね。どう料理すればよかったのかな。なんでわざわざ事業特性聞いてるんだろうね。っていうところです、はい、だから事業特性の処理の仕方ですよ。事業特性が問われた場合にはこう処理するって決めとかないといけないんだよ。そのためにはやっぱり過去問をやらないとって話ね。事例1なんか特に、はい、第3問はまあ予見を読めば分かるということで、で第4問、これも社員がチャレンジ精神や独創性を維持していくために金銭的物理的インセンティブの提供以外にどのようにして取り組むべきかと、まあ、これも皆さん分かりますよね。金銭的物理的インセンティブってなんだっけ。なんとか要因あったね、一時で勉強したね。衛生要因でしょ、衛生要因でしょ。じゃあ衛生要因以外にって言われてたら皆さんもう分かるよね。何要因、動機づけ要因でしょ。そうそうそう、こういう処理の仕方なんですよ。とかね、さっきのこれ冒頭ご紹介したけれども、でこれ第4問人の問題が問われてるでしょ、ね、だからチャレンジ精神や独創性を維持していくためにどうするのかっていうと、この人たちの社員の人たちの能力アップや
モラルアップ考えればいいじゃないと。で、例えばここに動機づけ要因を絡めて書くわけですよね。動機づけする、しっかり動機づけするようにすると、ね、でこの人たちが 何で動機づけられるかは予見を読めばいいんだよ。予見に書かれてるから。頭の使い方としては、じゃあこの人たちを動機づけてね、モラルアップさせる、ね、能力向上させるで書けばいいわけだよ。それで絶対点取れるから、ね、だから一次試験と違うって何度も言うけど、答えは1個じゃないから、だから正しい答えを、ね、正しい考え方をすれば絶対に部分点もらえる。これが二次試験です。だから100点絶対取れない試験だから、50点取れれば絶対合格しますよ。いい？一応ね、6割って書いてあるけど、試験要項には全然もう受験生の再現答案、私毎年見てます。再現答案、再現答案見ると絶対60点なんかないっすもん。本当に合格者の答案見てもですよ、もうせいぜい50点です。50点取れれば、半分取れれば合格ですよ。本当に財務なんかも最たるもので、ボロボロでもね、30点ぐらいでも受かってますからね、普通にね。まあそういったようなのもあるので、過去見てきてるから言える。だから半分取れればいいんです。私のクラスではいつも言ってる、20点だったらもう10点取れればいい、 OK だからと。そうなんです。そんなつもりで取り組んでくださいよ。だ、一番避けなきゃいけないのは0点を取ることだ。大外し、さっき言ったストライクゾーンから外れたところにボール投げちゃうこと、これは最悪だから、まず皆さんは事例1のストライクゾーンって何なのか、今見たように、例えば人員構成って問題が出た時にはここがストライクゾーンだなとか、事業特性って聞かれた時にはここに着目しなきゃいけないなとか、人的資源管理が問われたら能力とモラルだなとか、そういった枠組みをたくさん頭に入れとく必要がある。新しい知識は一切必要ない、枠組みだけなんですよ。だってもうみんな知識あるもん、一時合格してんだから、新しい知識はいらない。その組み合わせ方、使い方よ。それを学べるのはやっぱ過去問しかないんだよね、うん、なのでそこをね、まず、ああそういうのが大事なのかというところをぜひ皆さんに感じていただきたい。で、今事例1の話したでしょ、ただ事例2の話をしたいので14ページ開けてください。はい、じゃあ先ほどと同じく14ページ、問題、設問だけまずざっと目を通してみてください。お願いします。はい、だいたいいいですかね。去年もね、非常に特徴的な出題だったんですけども、これも全部過去問の延長線上です、うん、で第1問 3C 分析が問われましたけども、もう私のクラスではいつも自社と競合と顧客のことを考えるって話をずっとしてます。 3C、 3つの C に着目するってのはもう事例2のもう基本中の基本、去年それがズバリ問われただけです。要は環境分析でしょ。で、競合と顧客ってのは外部環境だから、で自社ってのは内部環境でしょ。だから SWOT 分析ですよ、要は。ね、それを形を変えただけ。だから何ら難しくないでしょ。いつも通りだし、第2問なんかもいつもターゲットは誰ですか。その人たちに何をしますか、こんだけですよ。誰に何をどのようにでしょ、ドメインって。だ、事例2なんてのはドメインを明らかにするだけだからね。ターゲット顧客は誰、それに対して何をどのようにするの、
それが聞かれてるだけですよ。で、その結果としてライフタイムバリュー LTV ね、 LTV が最大化すればいいんだからで発想をすれば絶対にブレない。どうすればライフタイムバリューが高まるのか。だから第3問もそうでしょ、交流するんでしょ、交流する長いお付き合いでしょ、ライフタイムバリューだよ、一生。テーマもずっと LTV です、事例には。だからさ、例えば過去問やってる人であれば第3問ね、今予見読んでなかったとしてもね、口コミを誘発するため交流したい、イベントすればいいじゃんってなるわけですよ。予見 見なくても過去問のパターンからいくとイベントですよ。でしょ、そう書けばいいんです。別にイベントをやるんですよ、顧客接点を作るんですよ。まあ細かい設定はね、実はこれは旅館だから旅館でなんかいろいろやったりするんだけどさ、本当の答えはね。でも第3も予見がなくても、ああイベント開けばいいんでしょって分かるでしょって話。これがだから過去問をやってるかやってないかの違いなんです。イベント等を通じて顧客接点を増やして、でライフタイムバリューを最大化していく。ベタですよ、鉄板ですよこれね。で第4問、これが特に最近増えてきた事例の2、ここ5年ほどの傾向です。昔ね、10年ぐらい前までは予見文からねキーワードを抜き出して、で100字の中にたくさん盛り込めば合格できた時期もありました。どっかの学校もやってますよね、ローリスクメソッドとか言って盛り込んでね、で部分点狙うって作戦が、まあ5年ぐらい前までは通用しました。でも今無理ですよ、予見に書いてないんだもん。予見に書かれてなくて実効性のある提案をしろって言ってるわけです。だ発想力が求められるようになった。抜き出しでは事例にはもう対応できない。だったらどういう発想をするのか、特にここ5年ぐらいでどういう発想が妥当なのかっていうのを過去問を見とかないとってことでしょね。だから事例には本当に難しくなってますよ。過去問をやってないと多分的外れなことを書いてさよなら。まあ一つ言えば、これはもう定番のパターンでいくと連携です。連携を書いておけば OK ということです。第4問ね、連携に関することを書いておけば OK です。地域連携ですよ、地域連携、自治体とか地域の中小企業と連携すればいいんですよ。過去問でも出てますよ、組合での温泉組合で連携するとかね、そういうのも出てますからね。だそういうの知ってる知らないじゃ全然違う。でやっぱりこの第4問の出題の趣旨見てくださいよ。15ページ第4問なんて書いてある？ほらね、連携しながらって書いてあるでしょ。これが出題の趣旨です。X 市の状況を踏まえて X 市と連携しながら B 社への宿泊需要を高める施策について助言する能力を問う問題である。わかる？第4問に一言も連携って書いてないでしょ。だから過去問やってなかったら連携ってのに思いつきもしない人もいるかもしれない。たまたま思いつけばラッキーよ。でも過去問をやっていれば、ああ連携パターンねっていうのが分かれば連携かけるわけですよ。この差はでかいよ、うん、特に事例に過去問ね、はい、しっかり注目しましょう。さあじゃあ次事例3いこうか。23ページ開けてみてください。23ページ、設問だけまたざーっと目を通しましょう。お願いします。
さあどうでしょう。もう去年はもう素晴らしいね、もう定番、美しい様式美です。ジレーさんってね、このね、毎年問題作ってる人ね、生真面目な人が作ってるんだろうなっていうのがよくわかります。もう毎年テンプレ通り、第1問でスウォット分析、第2問第3問で、生産面の問題点で、第4問で IT の問題、第5問で今後の戦略、もうこの鉄板ですよ、完璧にそのテンプレ通りね。それぐらいもう過去問のもうパターンを踏襲してます去年は。ただ目先を変えるってことで、まあ、この22ページにマンマシンチャートとかあるけどね、こんなのは一時の運営管理でやってるじゃん。ただ単にマンマシンチャート見て、あ、なんか間違い多いね、ここ無駄だねと、そこを改善すればいいじゃんと、段取り改善でしょって知識で何とでもなるわけですよ。だからまず形式面においてはもう事例の3というのはもう鉄板、スウォット、現場の問題、情報と今後の戦略、これしか聞かれないから。だからスウォットの練習をまずちゃんとすればいいでしょ。事例3を得点源にするためにはまずしっかりスウォット分析ができるように練習すればいいわけだ。だよね、もう毎年出てますから、毎年の各年度のスウォット分析だけやればいいじゃん。スウォット分析の練習でしょ。次、第2問第3問対策ですよ。第2問は、なんだ、成形加工に関わる作業内容だから、マンマシンチャートのおかしいところ、作業方法の問題点と改善策が問われてるんでしょ。だから第3問が生産計画の問題点と改善策でしょ。ということはですよ、もう事例3っていうのはほとんど知識なんだ、運営管理の。そう思わない？例えばさ、第3問まだ皆さん予見読んでないという状態だと仮定してね、 C 社の生産計画上の問題点とその改善策を120字で述べよ、これだけ見たときに、じゃあ見込み生産の場合の生産計画の問題点と改善策、受注生産の場合の生産計画の問題点と改善策、どんなことが想定されるか、書ける？もう一度言うよ、知識を問うてる今は。受注生産の企業が出されたとき、出題されたときに、生産計画でどんなことが起きるかな。ということでしょ。ということは生産計画を立てるときに受注でね、例えば過去問のパターンが思い浮かぶかどうかなんですよ。例えば飛び込み受注が入って現場が混乱するとかさ、よくある話ですよ。とかね、もしくは生産リードタイムの長期化、納期遅れとかさ、計画したのに実際にその通りに進まないとかさ、計画と統制がうまくいってないとかさ、生産統制できてないんでしょ、進度減品余力でしょとかさ、これが見込み生産だったら簡単だよね。四文字熟語、何、需要予測でしょ。見込み生産だったら需要予測の精度が低い、もうこれ一択だよ。とかね、じゃあそれに対して予想される問題点に対して解決策どうすんのさ、どんなソリューションが考えられるよ。っていうのを過去問で学んどくんだ。だから事例3ってのは過去問をね解くんじゃなくて、どんな問題が起きてどんな解決策をしたのかな。だからノート作ってくださいよ。あ、そうそう、後で見せるね、私の受験生の時のノート持ってきた、受験生の時に作ったノート持ってきたから後で見せるね。だから要は見開きでね、例えば左側のページに現場、飛び込み受注により現場の混乱が起きた、じゃあ解決策としてこうこうこうしたみたいに模範解答とか写経しとけばいいわけだ、こっち側のページに。そうすると問題と改善、問題と改善っていうさ、ソリューションブックが出来上がるわけだよ。
それを自分なりにまとめるんだ。9週間もある。例えばじゃあ見込み生産の場合はこうこうこういう問題とかね、もしくは見込み生産、受注生産って生産形態でもいいし、もしくは QCD でもいい。品質問題とかコスト問題、デリバリー問題、問題ごとに分けてもいい。まとめ方はいくらでもある。とにかく過去問で何が問題として取り上げられ、どういうソリューションが提示しなければいけなかったのか、それをつぶさにやるだけで事例さんなんか80点取れるよ。簡単だよ。一番稼げるよ事例さんって。ある意味一時に近いからね。暗記してればいいんだもん。ソリューションを数多く引き出しに入れておけばいいでしょ。でまたね、事例さんを苦手にする受験生が多いんだ。ここ今日ね来てくれた人、画面の前の皆さんね、事例さんを苦手にする受験生が多い。だからここで差つけようよ。9週間もあるよ、ね、だから過去問ね、見るときにこんな問題が起きて、あ、こう解決するのかっていうのを一個一個全部やるだけで7割取れるよ、8割取れるよ。本当にやってごらんって話。ぜひね、それを事例さんではもう徹底してやるべきです、うん、できる限り過去問遡って問題と解決策をしっかりとね自分の引き出しに入れる、はい、それが第2問第3問対策でしょ。で第4問、まあ、コンピューター化ということで、事例さんで出てくる IT のパターンなんかもいくつか決まってます。今回は生産管理のコンピューター化ということで、生産情報システムが問われてるわけだよね。だから一時の生産情報システムの知識があればいいわけですよ、ね、あやふやな人は運営管理のテキストを見といてください。それ以外には、まあ、MRP 的な話とかね、資材管理、ね、資材所要量計算だったりだとか、あとは設計における CAD CAM 設計問題とか、もしくは、まあ、そうさっき言った材料のデータベース系ね、データベース系、まあ、CAD CAM のデータベースもそうだね。過去の設計データの蓄積とか、あとは SFA だね、セールスフォースオートメーション、営業との連動。こんぐらいしか出ないよ、二次試験の事例の3はね。だから事例3で出た IT 系の問題だけをピックアップして、必要な生産情報システムを頭に叩き込んどく。こんだけでいいじゃん。なんかできそうでしょ、ね、事例さんっていけそうでしょ。いけるんですよ本当に。これをやってないからみんな事例さんが苦手っていう受験生が多いんです。一番対策しやすいからね、事例さんっていうのが、はい、で今後の戦略っていうのはもう強みを生かす。こんだけですよ。強みを生かす、強みを生かして、で機会をつかむ。だから第1問の SWOT とつながってるっていうのが大体パターンです。ね、事例さんが一番できそうでしょ。ぜひぜひ稼ぎましょうよ。ここで他の受験生に差をつけようよ。できます、間違いなくできるから。9週間もあるからね、っていうのが、まあ、事例さんです。ですから事例さんは本当に一番過去問のやりがいがあるかな、うん、もうソリューションの宝庫だからね過去問ね。ぜひそういう目で見てみてください。じゃあラストね、事例の4、ここは予見文を開けてください。予見文、29ページ予見文と、あと BSPL が与えられてます。そこで今から皆さんに5分ほどお時間を差し上げるので、第1問の設問の1だけやろう。第1問は、優れているのを1つで、問題点を2つ、ね、だから強みを1つと弱みを2つ、 SWOT 分析です。はい、で指標を上げてください。指標だけでいいです。優れてる指標と劣っている指標2つ、他者比較でやってみてください。じゃあお願いします。5分間です。
あと3分。あと1分ね。はい、5分経ちました。どうでしょうね。まあ、やったことある人もいると思いますが、まず事例4では必ず第1問でこのような、指標、財務指標ね、財務分析をさせる問題が出ます。これはもう鉄板です。で、第2問以降にさまざまな計算問題や論述問題が続くという構成、これはもう変わりません。今年も必ずこうなると思います。で、事例4対策としては、まずこの第1問、だいたいまあ25点ぐらい点数がありますので、4分の1を占めるわけです。非常に第1問を落としてしまうとかなり厳しい状況になります、ね、だってみんなできるから。逆を言うと、第2問以降の計算問題とかはね、難しい計算はもうみんなできないからどうでもいいわけですよ。みんなが取れるところを取らないとダメだからね。だからまず計算云々が気になるだろうけど、まず第1問を徹底して訓練してください。だからもう過去問遡れるだけ遡って第1問全部やるんだよ。で、自分なりの財務分析のパターンを早く確立すること。今回であればもうセオリー通りいくと3つの切り口だよね。ね。収益性と効率性と安全性でしょ。だからまず考えるときに、じゃあ収益性、効率性、安全性のどれが優れてて、どれがダメなのかなっていう切り口で考えなきゃ。で、見たときに、今回優れてる指標は安全性だよね。安全性は予見に書かれてない。だから BS で判断するわけだ。そうでしょ。
で BS で判断するときにもう3つのパターンしかないよね。まあ、なんかまあ光ってんな、はい、よいしょ。要するにこうとこうなってんのか、はい。で考えたときに1つは短期安全性でしょ、で2つが長期安全性で、で3つが資本構成でしょ。この3つの観点で安全性はチェックすればいいんでしょ。流動比率、当座比率か、固定比率、固定帳か、自己資本比率、負債比率、この6つしかないからね。そうでしょ。で考えた時にもうパッと見でさ、 D 社に比べて明らかに自己資本多いじゃん、借金少ないし、もう自己資本比率一択ですよ。こんだけものの数秒でできちゃうよね、一択ですよ。だから優れてる指標は自己資本比率、それ以外はありません、はい。で弱みとして2つ、じゃあ今度は効率性と収益性述べなきゃいけないんだけど、じゃあ収益性だったら多分皆さんはPL を見るだろうね、損益計算書を見て。でももうこれも今回あからさまなのですぐ分かったと思うんだけれども、ただいきなりねやっちゃダメなのが、今安全性の場合は予見に書かれていないから BS から言ったけども、収益性や効率性は予見に行かないとダメだからね。予見分でおかしなところとか問題点があるところってのを見に行かないと。例えば業務委託をしてるってことは委託費がかかってんじゃないかとかね、同社の事業は労働集約的だって書いてあるからじゃあ人件費大丈夫かなとか、こういう発想しなきゃダメよ。予見分からちょっと問題点、どこだったっけ、2人1組とかね、人を使ってやってるわけでしょ。で1箇所に、まあ、1回ここだった、大型品を一度1箇所に集めてそこから配送するってちょっと無駄っぽいことやってるよね、ね、とかね、なんかちょっと引っかかるなっていう予見分をチェックして、でここで仮説を立てるわけだ。仮説を、予見分からここがおかしいんじゃないの、ここがおかしいんじゃないのって仮説を立てた上で財務諸表を見に行くってことでしょ。だやっぱり人件費かかってんじゃないの、販管費がすごいねこれね、で営業利益を圧迫している、せっかくさ売上総利益率は高いのに、同業他社よりも売上低いのに売り層は高いわけでしょ、素晴らしいじゃない。でもその後が問題だ、営業利益が激減しちゃってる。だからダメな点、収益性でダメな点は営業利益率または販管費比率です。これ以外はない。じゃあ効率性は、効率性ね、これ予見分から選びづらいんだけれども、うん、やっぱり倉庫とか、固定資産、土地とか結構持ってるってのがこの BS から見て分かりますよね。建物、それから土地、競合に比べて明らかに有形固定資産が多いってのは目につくところだと思います。なので、まあ、有形固定資産回転率って書いとけばもう間違いなく OK でしょう。で資産効率が悪いっていう感じですよね。なのでもう一度まとめると、過去問で第1問の経営分析を徹底して練習してください。でやるともう収益性はだいたい売上総利益率って書いておけば当たります。今回はちょっと違うけどね、売上総利益率とか営業利益率って書いておけば当たります。で迷ったらもう経常利益率って書けばいいわけですよ。迷ったら経常利益率、某ね、あの一番大きな診断士の受験校はだいたい経常利益率です。過去問を見ると答えはね、リスクヘッジで、あの経常利益率って書いておけば全部入るでしょ、うん、だそういう学校もあります。まあそれは迷った時に、困ったら経常って書いておけばいいです。本番よ、今年の10月20日迷ったら経常って書けばいい。で効率性はもう、棚卸産回転率か有形固定産回転率もこの2つしかない。過去問を見ると
で一応抑えで売上再建回転率もあるけど出たことがない。だから有効か棚でいいです、狙うのは。で安全性はさっき言ったように3つの中から好きなのを選べばいいです。これぐらいよ。第1問っていうのはもう割り切ってね、過去問のパターンからいくと大体もう収益性効率性安全性しかないから、使われる指標も限られてるから、だいたい過去問を見ると売相と有効と自己資本比率です、はい、もしくは流動比率、だいたいそれ書いとけば当たるからね。でこれが第1問対策でしょ。でもう一つ第2問以下計算問題は、これはもう計算練習をしてください。レックの受講生には財務の計算問題集がね、二次の計算問題集があると思いますし、またレックの受講生じゃない方も過去問の計算は全部できるようにして、だから遡れるだけ遡って過去問の計算問題は全部できる。平成25年だけやらなくていいや。平成25年はクソみたいな問題だからやらなくていいです。それ以外の財務会計は全部計算できるようにしとけばいいです、うん、説明できるレベルよ。答え覚えちゃっていいからね。それぐらいだったらできるでしょ。9週間もあります。計算問題全部マスターする、はい、そうすればだいたい似たような計算問題が出ます。たまたま去年は枠とか新しいの出たからね。でも枠簡単でしょ。だからもうパターン決まってるの でそれ以外の計算が出たら誰も解けない。気にする必要はない。だから少なくとも自分は10年分の計算は全部頭に入ってるぞって自信が大事なんだね。それぐらい、だいたい10年分ぐらい を目安にね、過去問の計算問題はマスターしてください。で今言った事例別の対策を私自身が受験生の時にやったんです。そうすれば受かります。でさっき言ったように受験生の時に私が作った、ノートですので、恥ずかしいな、例えばね、ちょっと恥ずかしいから遠目でいい？事例1ってこういうパターンだよとかね。でさ、どこだ、例えばさ、社長はリーダーシップを発揮しなければならないとかさ、管理職非正規社員のモラル向上とかさ、多角化はシナジーとか、老舗同族とかさ、権限異常とか、もうこの頃から書いてるわけですよ、ね、あるべき戦略、これに基づいた組織を作るみたいな、チャンドラの命題とかね、もうこの頃から私受験生時代からこれやってるわけです。で事例の2なんかはほら、顧客サービス品揃え、この3つとかね、商品と顧客二軸を明確にするとかさ、ターゲットと誰に何をっても言ってるわけですよ、ね、変わってないんです昔から。とか例えばどこだろう、従業員能力向上モラル向上、もうこの時からやってるわけですよ私が受験生時代から、はい、こういうのをね見つけ出してやったりだとか、事例3とかになると生産計画と生産統制、ね、で設計調達作業に分けて、じゃあこういう問題があるよねとか、まあ、ロットと来たら段取り替えとかさ、ね、こんなのパターンで全部抑えるわけですよ。で設計と資材を標準化するとか、多工程持ちによる工程負荷の平準化とか、在庫情報の一元化、 MRP の精度向上とか、小ロット平準化による仕掛かり品削減とか、こういうソリューションをたっぷり頭に入れていくわけですね。これ全部過去問で出た内容ですよ。だからこれ、だからさっき私が言ったことは、だから全部こういうふうにノートに実はまとめてるんです受験生の時に。で最後に、まあ、事例4は特にまとめなかったけどね、例えばじゃあもう平、これ平成13年ね、平成13年の事例の1はこういう業界でこういう組織図で
こういう組織図で機能別組織でこうメリットがこうあって、それがじゃあ第4問でこうするとかさ、で構造と文化でハード面はこうなっててソフト面はこうなってて、この事例はこういう企業だよと、これを踏まえてじゃあ第1問はこう、第2問はこう、第3問はこうって自分のベスト回答をここに書いてあるわけ。これはもう当然各受験校8つの受験校の模範回答を全部見た上で自分のベスト回答をここに書いてある。企業の分析とベスト回答、これを見開きで全部やってるんです。見開きでこちら側に企業概要、こちら側に回答、ベスト回答、これを毎年平成13年14年15年16年と、当時はね、私は受験生の平成16年の時だから、そういう形でやってたわけです。これを4事例全部だから、今皆さんは平成13年から平成30年までたっぷり18年分あるわけですよ。ただそれを一個一個全部ノートにするのはなかなか厳しいと思う。そこで今日の最後ね、まとめとしてプロモーションにさせていただくんだけれども、私の18年分のこういう分析した大事なおいしいところだけまとめた講座があります。で、1事例1年分だいたい10分から15分ぐらいで語ってます。18年分です。だからこれを見るだけで18年分のエッセンスが身につくような講座です。過去問総ざらい道場という名前です。で、こちらは10月6日と13日、これは生で池袋ここだけでやります。ただ、過去はね生しかやってなかったんですが、ウェブでも出してくれと、 DVD で出してくれという声があったので、まあ、今ウェブと DVD でも出してますので、あの画面の前の皆さん、通信でもこちら受けられるようになりました。なので過去問がどれだけ大事かっていうのはもう皆さんもうこのしつこくこの1時間言ってきたからね、お分かりだと思います。で、ぜひじゃあもう時間短縮しましょうよ、おいしいとこ取りしましょうよ。ぜひね、そのためにはこれマストアイテムだと思います。自画自賛だけど間違いなくもうこれやっとけばそれぞれの事例のパターンが分かるからマストアイテムです。ぜひね、まあ、池袋来られる人はあの試験の1週間前、ね、10月6日13日2週間前1週間前にそれぞれ1,2,3,4 やりますので、ぜひ来てください。で、来られない方はぜひ通信でね受講して18年分の重要論点をねマスターして本番に臨んでいただければと思います。はい、というわけで、ちょっと駆け足になりましたけれどもね、ちょうどお時間、5時になりましたので、イベントとしては、終了したいと思います。で、あの中継先の皆さん、ぜひあの講座受講についてはあのスタッフに、受講相談してみてください。で、池袋本校の方はね、この後何か聞くことあれば私とかあとスタッフ後ろにおりますので、質問をしてください。じゃあ以上をもちましてですね、特別イベントは終了したいと思います。ご清聴ありがとうございました。お疲れ様でした。